君の持っているバトルカードを下画面の光っているところに置いてくれ。7枚まで登録できるぞ。登録するキャラクターが決まったらチーム決定をタッチするんだ。ヒーローアバターカードを押すと君の分身を登録できるぞ。バトルタイプが全て登録し、チーム決定だ。バトルアプリの発動ラウンド決定だ。では出発するぞ。戦争開始。どうし、どちらだけが頼りになりすぎる。バトルのアプリの音楽です。俺が国際役に当てるのも悪いんだけど、バトルアプリのチームボーナス効果でラウンドは敵のアプリアンテナ。あたりだよ。赤いエリアで戦闘。よし、発見決定。今日は敵が先行だ。敵のチーム、敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。仲間のアビリティ発動だ。やはり君は本物の戦士だ。ランクインしたぞ。